青い空に映える一面黄色のひまわり畑。鳥取市鹿野町ではたくさんのひまわりが咲いています。このひまわり畑、鹿野町に住む今本徹さんが使わなくなった田んぼを活用し、去年からひまわりを植えているものです。眩しい太陽に負けない鮮やかなひまわりはまさに夏の風物詩。青空に向かって元気いっぱいに咲くひまわりを見るとパワーをもらえますね。このひまわり畑は7月中旬まで楽しむことができるそうです。一般の方も自由に見学や撮影ができるということなので、満開のひまわり畑で一足先に夏の思い出を作ってみてはいかがでしょうか。